私はポケモン実況者シャーレ。嫁のユクシーと1ヶ月1回レート動画を投稿していて、あゆみん軍団の怪しげな取引現場を目撃した。取引を見るのに夢中になっていた私は、背後から近づいてきたもう一人の仲間に気づかなかった。私は捜査に大会のお誘いをいただき、気がついたら周りのキャラがありえないほど濃すぎる大会に参加することになっていた。以下略。実況者になっても頭脳は同じ。迷宮入りの名勝負、勝敗はいつも一つ。決まったな。え、初戦の相手があゆみさん？嘘でしょ、ラスボスじゃん。なぜか成功杯トップバッターを任されています。普段ユクシーと一緒にレートに潜っているシャーレと申します。今大会のルールは6パートナーズ制、自由枠に以下のポケモンは使えない、メガ進化はシーズン3準拠ということさえ分かっていれば問題なく視聴できるかと思います。で、今回の対戦相手はあゆみんさんです。もうこれ正直紹介しなくてもいいんじゃないかなーってぐらいには超ビッグな方ですね。代表作としてはレート2500シリーズ、個人的に実況界一のエンターテイナーと思っている方です。対するこっちは最高レート1900の実況者なので、レート差ガブリアスは冗談としても実力差は明白。しかしこれはレートではなく大会、なんとかメタゲームで勝利を収めたいところです。では早速パーティー考察をやっていきましょう。パーティーを見た感想ですが、 S は全体的に遅めといった感じでしょうか。若干取れる展開が見えなくもないですかね。そしてなんといっても重要なのは、あゆみんさんは自由枠が2つ使えるということです。もちろん特別だからって理由ではなくて、こいつシルワディです。持ち物は持ってないとはいえ、タイプがわからないのは非常に厄介。さらに最悪なことに、見せ合い時点の段階でさえタイプがわからんといった状況ですね。もう自由枠その2って感じでしょうか。普通にノーマルで爆発捨てゼリフ吐いてるだけでも強いのが困りどころですね。こっちの最速がユクシーの95速で、同速なので普通に刺さっているのが辛いところ。オール95なので火力方面こそ控えめですが、耐久はそこそこあるので仕事はされるでしょうといった感じですかね。こいつメタゲームほんと最強でしてね。制限ポイント入れりゃよかったと思いましたが、まあ後の血祭りってやつです。まあシルワリーは実質自由枠として、1回試行から外すとあゆみんさんの自由枠の選び方として2パターンあると考えられます。1つは高火力アタッカーを自由枠に選ぶという試行パターン、メガルカリオがいるプラス私が普段動画で使っているアタッカーユクシーもアブスルは結構辛いと思うので、自由枠でアタッカーを補強するという考え方ですね。強力アタッカーといえばメガ進化、今回野放しになっているメガ進化を挙げると以下のメンバーになります。まず火力のない闇闇とタイプかぶりのヤドランは抜いて、ルカリオ海流に縛られるプテラ、サメ肌、スピアーも消す。つまり上から殴るぞフーディンメタグロス、ピジョット、下から殴るぞハガネルクチーとカメックス、起点から積むぞガブリアス、カイロスって感じでしょうか。メガガブリアスに関しては、マンムーで縛り切れるとも思わないので、プラス電気の一環を切る枠としても結構来るのかなって思ってます。で、これ完全に私の勘なのですが、
こうあゆみんさんの性格的に見え見えのトリルを張るかどうかって話になるわけですよ。こう宿キングいて他は遅いのばっかりだったら、まあ、こっちも S にあんまり振る意味がないと。で、そこで急に対応できない高速高火力アタッカーをぶつけられてなすすべなしという思考の方がこう動画の見栄え的にもいいと思うんですよね。ってなると、ハガネルカメックスクチートの対策は薄めでも大丈夫そうかなーって思ってます。もう一つの思考パターンは、高速岩技持ち地面を選ぶという考え方。あゆみんさんのパーティーには全体的に炎と電気、まああとは虫かな、がぶっ刺さってます。炎はヤドキング、電気は魔魚ジュナイパー、虫はかぐやしか半減ができません。つまりそのタイプで半減されるポケモンに抜群の取れる複合タイプが来たらやばいというわけです。具体的には炎虫のウルガモス、炎電気のヒートム、時点で水電気のミトムらへんですかね。ここらへんが超ぶっ刺さってるように見えます。ここらへんにこう強い電気の一環を切りつつ弱点地面岩を打ち込める型破りドリューズなんかが最有力候補。あとはスカーフかヤチェモってガブリアスですかね。多分あゆみんさんの自由枠はここら辺でしょう。ちなみにあゆみんさんの深夜生放送や TS に潜入して調査したところ、こうオーラスの負荷源泉環境ある人っているって聞いてたので、こう7世代ポケモンは自由枠に来ないと6割5分ぐらい思ってます。で、私が選んだ自由枠はローブシンです。先ほどぶっ刺さっているのはウルガモスロトムと言いましたが、まあ、裏を返せば読めるってことですね。あゆみんさんなら必ずここはメタられる。で、あゆみんさんのメタの範疇に入ってしまえば私の実力では抜けるのは困難と考えます。まあ負けってことですね。で、今回は意地っ張り、根性、火炎玉、マッハパンチ、から元気、雷パンチ、叩き落とすで A 曲振り、H を火傷ダメージ考慮の実数値207まで振って、残りは火炎ダメからかぐやのエアスラを一発耐えるぐらいまで D を振りました。で、他のパーティーを紹介していきましょう。まずは嫁ユクシーです。シルワリーのスカーフ捨てゼリフなんかを回避する&ローブシーンの火炎玉を安全に発動するトンボ、研磨対策のイカ様、ローブシーンサポートの電磁波、そして最後置き土産となっております。私の動画を見てくださってる方はあれと思うかもしれないですね。私の動画でユクシーが置き土産した動画は一つもありません。生放送含めてもないですね。つまり置き土産は人読みも兼ねるあゆみんさんの警戒も薄い可能性がある。で、今回はアクゼットを持たせてジェット置き土産でローブシンの復活、もしくはイカ様を威力175の物理技に変換してヤドキングを削りたいと思います。次にメガヤミラミです。メガルカリオはスカーフで出落ちしたり倒しきれないことがあるので今回メガ枠はこっちです。自由枠物理効果力メガを止める鬼火を搭載、剣舞で鬼火を回避してきた場合にイカ様、マジックミラー捨てゼリフで交代させられてしまうので瞑想ではなくバークアウトで回復技自己再生となっております。努力値はずぶといでかぐや対面でバークアウトを押せるようにメガ前ヤビラミがヘビボンプラスやけどヘビボンを耐えるところまで B を振り、 D は爆破が入れば特殊かぐやを受けられる程度に振りました。そして S はユクシーの電磁波でかぐやに麻痺を入れた場合無振りなら抜けるように4振り、余りは特攻です。この2匹プラスローブシンが基本選出。自由枠がローブシンで対応できないポケモンが来たら、他のポケモンを入れることになります。次にジバコイルです。風船持ちのメザコーリで磁力、S を純速かぐやを1抜いています。多分純速以上なら最速になると思うので、この調整で十分でしょう。まあ、おそらくあゆみんさんもわかってるので、ニトチャ型か最速だと思うので、結局かぐや対策なり得ないこいつはあまり出す気がないですね。クチートが来たら出すかなーぐらいです。
抜けるだろうとはちょっと思ってるんですが、マッキョがもしいた場合はウルガモスヒートム対策の特殊受け特化だと思うので絶対に出しません。有効打がありません。物理型にして爆発しようかとも思ったんですが、マッキョに入らなすぎて諦めました。高速メガ進化対策の本命、陽気スカーフマンムーです。上から頑張ってしばきます。地震つららは安定としてアイアンヘッドでテテフに打点、岩なだれでメガカイロス対策ですね。このポケモンで高速メガ枠はほとんど見れるかなって思ってます。まあもし残ったとしても裏のポケモンでなんとかって感じですかね。最速スカーフテテフはこう下画面にね青いボタンがあるのでそれを押しますかね。シュカコケコも結構辛かったりします。まあ、なんでこの大会テテフコケコが野放しになってるのかほんと疑問ですね。誰か入れるだろうと思って制限ポイント入れなかったのがダメでした。とても恐ろしい集団心理ですね。最後にいつもの弱歩海流です。 HA で D12 振ってます。技は神速ドラクロ、龍舞を搭載し、かぐや宿キング打点の雷パンチです。まあ、うまいこといけば攻撃3段階上昇で殴りますかね。自由枠が予想外のとこ来たらこいつでごまかす予定です。まあ、具体的にはマリルリなんかが来るときついのでこいつでなんとかって感じでしょうか。コケコテテフもまあ降参ボタンを押すとは言いましたが、まあ、こいつでなんとかってぐらいでしょうか。以上、長くなりましたが6匹これでいきます。大会のトップバッターでも、初戦がラスボスでも、実力差が明白でも、私は勝ちたい。これが今の私の全力。では対戦の方を参りましょう。はぁ、もうやだよなぜ私が初戦なのか、なぜ初戦がラスボスなのか、誰にもわからない。そう、すべてはクジウン様の言う通り。あーもうさあ、あゆみんさんからパーティーが送られてきましたましたので、ちょっとメモしましょう。ちょっともうやだ、怖いさあ、待って待って、ちょっと焦りすぎて、なんかパーティー確認してないんだけど、パーティー何、アブソル、ジュナイパー、テッカグヤ、マッキョ、シルバディ、カイロス、よし、合ってる、メガ進化枠来た。つまりこれは、アブソルじゃないな。いや、ま、アブソルなんだけどさ、いや、メガアブソルじゃないなってことね。まあ、冷静になろう。まあ、時間はまだあるから。すいません。あゆみんさん、早すぎないですか？ちょっと待って。1分ぐらいで選出決まったんだけど。これ、ちょっと、やめてほしいな、もう。もう、選出早すぎだと思うんですよ。まあ、こっちローブシンなので、相性的には不利。まあ、めちゃくちゃ不利なんですが。トリックルームの方が良かったかな。置き土産にしちゃったからな、ゆくし。まあ、でもだ。そうだな。まあ、カイロスってあれでしょ？言うて S100 何歩でしょ？そんな130もないでしょ？メガカイロスって確か。105だよね。まあ、そんなもんだよね。で、メガカイロスの、マンムーの岩なだれか、カイロスに、どんなもんよ。もちろん確定一発。まあ、H 振ってたら、微妙だけど、それでも、まあ、ローブシーン、いいと思うんだよなぁ。まあ、多分、シルワディの捨てゼリフから、起点作ってカイロスで積んで勝ちみたいなパーティーだと思うんだよ、私。ユクシー出せるかか。まあ、てか、絶対カイロスいる時点でマンムーは確定なんだよ。
マムは絶対確定。マム、先発はちょっと怖いかな。多分先発シルワディだから。いや、ユクシーでトンボ帰ってもいいか。どうしようかな。てか、マッキョいるな。マッキョ変わってくると思ったけど、何が変わったんだろう。あ、ヤドキングがいなくなったのか。あー、まあまあまあ。まあまあまあ。ヤドキングいなくなったのは、まあ嬉しい方かな。うん、嬉しい方。闇闇は連れてっても良さそうか。なんかじゃれつく入ってそうだけどね、アブソルに。アブソルにじゃれつく入ってそうだから、まあそこは気をつけなきゃって感じかな。マムローブ、ヤミラミかな。テッカグヤそうすると結構重たいんだけど。じゃあ初手何で行く？初手、まあ、アブソルは絶対無理だと思うし、初手だよな。まあでもシルワリだと思うけどね、本当に。まあちょっとゆっくり決めさせていただこうね。お相手は2500、こっちはたかが1900だから、時間はねきっちりとかけさせてもらいましょう。10分間あるからね。そうだよな。じゃあ初手は闇ラミか。闇ラミでどうする？鬼火巻く？てか、そもそもこいつさ、何シルワディだと思う？個人的にフェアリーじゃないかなって思うんだけどな。ね、フェアリーっぽいよな。いや、闇ラミ初手、ローブシン、マンムーかな。いや、ユクシーはさすがに無理だよな。まあ、起点作りを回避するっていう面ではありっちゃありなんだけど、初手テッカグヤとか、てか初手カグヤが一番きついかな。ってなると闇ラミかな。だから、うちの初手はメガヤミラミ、ローブシン、マンムー。これでいいのではなかろうか。ね。そうしよっか。じゃあこちらも選出決まりましたと送りましょうかね。これで無理だったらもう無理かな。カイロス当たっててよかった。ま、いろいろ考えたけど、やっぱりメガ進化枠で効果力が来るって思ったから、マンムースカーフにして岩なだりにして本当によかった。マジでよかった。これだけは本当によかった。よし。さあ、参加するポケモンを選んでください。こちら、初手お祈り。そして、履歴書。3番手は面接官。よし、これで決まり。はあ、あ、もう心臓が持たないな。あゆみさん、なんであんな早かったんだ。なんであんな早かったんだろう。不思議。何か策はあるのかな。どうだろう。わからない。わからないけど、やるしかない。ほんと、もう、ああ。さあ、あゆみんさん。対戦よろしくお願いいたします。はぁ、あ、もうさて、初手は何ですか。お祈り、行け。カイロスか。どうする。カイロスから来ちゃったけど、カイロスから来ちゃったけど、どうするね。初手カイロスなんだけど、やばくない？やばない？やばくない？いや、ちょっとやばいでしょ。やばくない？やばいですか？やばくないですか？はい、やばいですなんだけど、どうしよう。ちょっと待って、カイロス初手で出すか。ちょっと待って、こいつもしかして起点作りだったりする。まさかのステルスロック巻いてきたりするやつ。うわー、ありそう。めっちゃありそうだな、それ。
っと待って、メガカイロスの恩返しか。まあ暴れるだったら知らんけどな。まあ耐えるけどな、耐えたからどうしたみたいなところはあるよね。交代する？どうする？ここそのなんだろう、まあ、恩返しとか飛んでくるターンでしょ。まあ暴れる、まあ最高だっての暴れるだとしてさ、それが無振りのまん無理どんだけ入るかって言ったら、あ、めっちゃ入るわ、無理だわ無理無理無理。だからここはもうちょっと鬼火？いや違うな、いや鬼火でいいか。あー、やっぱ起点作りか。ってなるとメガ枠はあれか、うん、ステルスロックだよね。捨てろか。え、誰で抜くつもりなんだろう。アブソリュート？カイロス。まあでもここはバークアウトでいいんじゃないかな。メガ進化バークアウトでいいと思う、ここはね。引っ込めて、誰出てくる？マッキョ。マッキョ。マッキョ。多分、特殊特化かな。多分、全然入んないと思うよ、これ。あ、でも、意外と入ったか。マッキョってさ、なんかじゃれついてきたりする、マッキョってじゃれついてきたりするかな。あ、地割れはあるな。まあ、地割れの可能性はまあなきにしもあらずだけど、まとわりつく、内緒話、波乗り、電撃波。まあ有効だはあれだと思うけどな、ないと思うんだけど、もう鬼火入れとく？悩んでるな。マッキョ？補助型だと思うから割ときつそうだけどな。どうなんだろう。鬼火入る、こっちの方が上。え、こっちの方が上なの？マンボルト。はいはいはい。これバーク入っ、あれ、マッキョってこんな火力あるっけ？ちょっと待って。マッキョくん特効下がってるよね。え、ちょっと待って。調べろ。気になったときは計算しろ。マッキョの10万ボルトってこんな入る？マッキョって C81 あるのか。でも、だからっつったって言うてさ、1段階減少のあれだぞ。入りすぎじゃないか。そんなもんなんか。233から、いや絶対入ってる。これもしかしてメガネ30.から 36%、 48から57。待って、今残り PP が99だから58ダメージ食らってるのか。58ダメージ食らってるから、いやどう考えてもこれメガネだと思うな。さすがにメガネだ。メガネだったら引く？いやでも上取ってるからバーコードでいいんじゃないか。ね。
あれ上ちょっと土足もしかして。どうする？自己さえ詰めるなら詰みたいけど、詰めるっていうか回復できるならしたいけど、これ同速っぽいよな、さすがに。うん、回復しときたいな。マンムー出すチャンスか。いやー違うな。そしたらカイロスの起点になるだけだから、よしよし上から通る。これ完璧メガネだな。あーオッケーオッケー、抑えてる抑えてる。まあ、やけどのダメージも地味に入ってるから、よいよい。あー自己再生かな。ちょっといつか痺れそうだけど、まあ痺れたら痺れたでいいかな。うん。さすがにメガネだな、これ。このキャラ、このキャ、キャ、火力はメガネ。どうしよう。いや、まあでも自己再積んでいいと思うけど。鉄火具屋かな、最後ラス1。なんだ、アブソリュートか。引っ込めて、誰出てくる？カイロス戻ってきた。うん、なんで戻ってきたんだ？ちょっとわからない。ちょっと待って、どうしよう。いや、でもここはイカサマでいいはず。ガンプー、ああ、はいはい。そういうことね。めっちゃ入る。え、ちょっと入りすぎちゃう？こんな入るっけ？一夜から？ここはバックアウトでいいな。シーザークロス。よし、カイロストッパー。オッケーオッケー。後ろから何が出てくるか。マッキョか。まあこれ絶対そのメガネなんだよな。でこっちが遅いんだよね。今日その水技とか、そのなんだろう、マンムーに入る技あるかって話だよね。うん、マッキョな、一応調べたけど、そのこだわりメガネは予想外だったな。まあ、濁流とかまああるけど、いや待って、もうここは履歴書出せるところだな。履歴書出して、なんかあれな、濁流とか飛んできたらまずいんだけどな。あ、まあでも濁流とか飛んできた場合はあれか、ローブシンでなんとかしようか。うん、それでこうなんとかならんかな。悩んでるな。これ絶対あれでしょう、なんか波乗り濁流押そうかなみたいな、波乗り押そうかなみたいな、こうマンムー来そうだなみたいな、そんな感じじゃないのこれ。違うのかな。もう誰か教えて、もう怖いよ。この調光時間が怖すぎるよ、もう。マッキョー。マッキョー何してくるの、マッキョー。マッキョー。オッケー、無償降臨。ここは、つららばりでいい。
自信は打つ必要ない。なんたってこのマッキョはこだわりメガネ、10万ボルトでこだわってしまったら引くしかない。そして後ろに引けるのは1匹のみ。さあ最後1匹が見れるはず。何が来る。めっちゃくちゃ悩んでる。何が来る。考えてる。いやでもあれでしょ、こだわりメガネでしょ。あんだけメガヤミラミに入ったんだからさすがにメガネだと思うけど。あーあれか、末期を捨てるか否かってそういう話か。オッケー、末期突破。さあラス1だ。誰が出てくる。てっかぐや、くー一番きついところ来たな本当に。ここはつららばりでいいな。ここはもう万分残しておく意味はない。何かぐやだこいつ、持ち物がわからん。あそうだ、鉄かぐやのその万分のつららばりでどんだけ入るかで、そのなんだろう、この鉄かぐやの型を判断してこう闇ラミ出すかローブシン出すか、そういう感じのあれにしよう。そうしようね、それが一番良い。つららばりでしょ、つららばりが鉄かぐやでしょ。鉄かぐや、よし、これでちょっとダメージ計算を見よう。よいしょ。あー、鉄かぐや。7世代ポケモンだから計算難しいよ。めちゃくちゃ悩んでるな。あー、もう。スララバリが入る。いや、ビビタルダメージしてちょっとわかんないんだけど、どうだ、めっちゃ入ってるのこれ。わ、なんかめっちゃ。おお、パージしてきちゃった。ちょっと待って、パージ、そう、めっちゃ速くなったんだけど、鉄火部屋。あーまあさすがに上取ってるか。そして特殊型、はいはいはい。何が上がる、特攻が上がる。やばくないか。あーこれ負けたか。エアスラッシュ持ってるから、そうだね、そこだね。多分め、もう無理、ローブシンは無理。パージしてきたか。どうする、ローブシンは無理だ。いや、エアスラッシュ持ってないことにかけるしかない。鉄火具屋、あ、その前にマッハパンチで落ちたりしない。いや無理か、さすがに無理だよね、鉄火具屋を。いやマッハパンチださすがに。無理かな。
鉄火具屋、いやー無理だな、無理無理無理、無振りでも無理、はあ、雷パンチ打つしかないな。エアスラッシュ外れて、あ、これは、え、だ、大文字、いやー無理だろ、さすがに無理だろ、一段階上層のダイモンジだろ、 Z 技だろ、無理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 、耐えて、耐えた、最高か、ローブシン、お前面接官、面接官ありがとう、面接官、あゆみさん対戦ありがとうございました、耐えた耐えた、負けたと思った、対戦ありがとうございました、耐えた耐えたよ、ここまでのご視聴誠にありがとうございます、感謝感激雨あられでございます。というわけで VS あゆみん参戦いかがだったでしょうか。いやいや、ほん本当にローブシンが耐えてよかったと思います。あの鉄火具や C 曲振りではなかったらしいのですが、ステロダメージを含めるとこっちにかなり不利な乱数でした。で、実はもう一つ勝負の分かれ目となる箇所がありまして、マッキョとメガヤミラミのまさかの同速対決の場面ですね。最後、自己再生をする際、マッキョに同速負けした場合、ヤミラミが落ち、カイロスが残った状態で家具や乱数台の場面が発生するので、その場合負けとなります。まあ、半分意味ないだろうと思っていた無振り麻痺家具屋抜き調整が生きた感じになりますね。メガヤミラミに4振りしていなければ同速勝負にすらならなかったので本当に良かったです。じゃあなんでマッキョが中途半端に遅かったのかって話になりますよね。実はとあるポケモンに対してトリルカで下を取れるように、上、あれ下、上、上だねトリルカで上を取れるようにプラス無振りメガヤミラミ抜きの S 実数値41ということだったらしいです。このとあるポケモン実は最初使うつもりでいまして、負荷も終わらせてリゾートに放り込んでたんですよ。多分今頃は A25 に終わってますね。じゃあなんでやめたかっていうと、やっぱりそのヒートム、ウルガモスに刺さる岩技が怖いってことでやめたんだったかな。で、自由枠にそのポケモンの採用を見送った記念で、ま、あゆみんさん見てないだろうなぁとは思いつつ、ツイッターでつぶやいたのが思わぬ形で刺さったようです。まあ、あゆみんさんから来た方には、このとあるポケモンわかってると思うのですが、私の動画から見てくださってるという神様みたいな方は、ぜひあゆみんさんの動画を見て確認してきてください。次回は成功杯主催上半身シーラカンスさんです。投稿は7月10日ですね。お相手は威嚇統一かっこはてなですが、どうなるのでしょうか。それでは次回ぜひお会いしましょう。それでは。